ビントングレイサーフはアメリカ合衆国の計算機科学者であり、ロバート・カーンと共にインターネットと TCPIP プロトコルの創生に重要な役割を演じたインターネットの父の一人。その功績によりアメリカ国家技術賞、チューリング賞、大統領自由勲章を受賞し、全米技術アカデミー会員にも選ばれている。通称はビントサーフ。かつて、 アメリカ国防総省国防高等研究計画局でプログラムマネージャーを務め TCPIP 関連技術を開発する様々なグループに出資した。1980年代末頃インターネットが商用化される際 MCI に移って初期の商用電子メールシステム MCI メールを開発しそれをインターネットに接続した ICANN の創設に尽力。 後に ICANN の理事となり最終的に会長を務めた。2012年5月アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーの会長に選ばれた。コネチカット州ニューヘイブン生まれ。父は航空宇宙企業の重役だった。バンナイズ・ハイスクール卒。同級生にジョン・ポステルやスティーブ・クロッカーがおり、どちらも サーフと同じくインターネットの誕生に関わっている。早くからコンピュータに興味を持ち、スタンフォード大学に入学して、夏休みにはノースアメリカンやロケットダインといった企業で働いた。1965年、数学の学士号を取得し、卒業後 IBM に就職。IBM ではクイクトランの開発に関わった。 もっとコンピュータについて学ぶことを決意して1967年には大学に戻り、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で計算機科学を学んだ。1970年に就寝後、1972年に博士号を取得。UCLA 時代にはジェラルド・エストリン教授の下で学び、レナード・クラインロック教授の下で世界初のパケット通信コンピュータネットワークである a r p a n e にも、 関わり、アーペネットでのホスト間通信プロトコル開発に貢献した。同時期にアーペネットのハードウェアアーキテクチャについて仕事していたロバート・カーンにも出会っている。その頃からサーフはいくつもの RFC を執筆している。博士号取得後1972年にスタンフォード大学の教授となってからもコンピュータネットワークに関わり続け、カーンと共同で TCP、 IP の設計を行った。1976年、サーフは国防高等研究計画局に招かれ、1982年までその分野の研究開発計画に関わることとなった。コンピュータ歴史博物館の PDP-1 でスペースウォーをプレイ中のサーフその後、1982年から1986年まで通信企業、 MCI の副社長を務め、世界初のインターネット接続された商用電子メールサービス MCI メールの開発などを指導した。1994年にも再び MCI に戻り、技術戦略担当上級副社長を務めた。さらにサーフは1986年にガーンが設立したコーポレーション4ナショナルリサーチイネシアティブスに参加し、 1994年までとどまった。そこで彼は電子図書館やノブットなどのプロジェクトを指導した。サーフは1992年ロバート・カーンとともにインターネット協会を設立した。アイサックはインターネットの一般ユーザーへの普及促進を図るとともに各種関連技術団体のまとめ役にもなっている。サーフは アイサックの初代会長を1999年まで務めた。彼は聴覚障害者であり、1997年に聴覚障害者のための大学であるギャローデット大学の評議会のメンバーとなった。2005年9月8日、Google はサーフを副社長兼、チーフインターネットエヴァンジェリストとして雇った。1999年から2007年まで、 ICANN の理事を務めている。2002年3月8日、ブルガリアの大統領ゲオルギ・パルバノフの IT 諮問委員会のメンバーとなった。サーフは国際的リスクコンサルタント会社ユーラシアグループの諮問委員会のメンバーでもある。サーフはアメリカ航空宇宙局のジェット推進研究所とともに惑星間インターネット構想にも関与している。これは 惑星から惑星への通信の標準規格となるもので、無線、または、レーザー通信を使用して、信号減衰への高度な体制を目指している。2006年2月、サーフは、上院商務科学運輸委員会で、ネットワーク中立性について証言した。Google のチーフインターネットエヴァンジェリストとして、証言したもので、消費者の約半数は、 ブロードバンドプロバイダーの選択肢がなく、インターネット中立性についての政府による規制がなければ、プロバイダーが独占状態から、さらに消費者の選択肢を狭め、Google などの企業に帯域幅使用について課金する可能性があるとした。2008年、IETF の国際化ドメイン名ワーキンググループの議長を務めた。2010年から、 国連のデジタル開発のためのブロードバンド委員会の委員を務めている。北米などを担当する地域インターネットレジストリであるアリンの理事を務めている。ハンマルワヤの非営利団体ストップバドウヤの取締役も務めている。グーグルはハーバード大学のバークマンセンター法インターネットソサイティのプロジェクトとして始まった当初からこれを支援している。 バラク・オバマ大統領によるアメリカ初の最高技術責任者の候補者としてサーフの名も挙げられていた。2012年5月24日、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーはサーフが会長に選ばれ、2012年7月1日から2年間、務めることを発表した。ジョージ・ W ・ブッシュから大統領自由勲章を授与されるビントン・サーフとロバート・カーン・サーフは、 バレアレス諸島大学、中立式工科大学、ジョージ・メイソン大学、ピサ大学、レンセラー工科大学、トゥーエンテ大学、北京有伝大学、慶応義塾大学などから名誉博士号を含む名誉学位を授与された。ニュージーランド国立図書館で講演中のサーフ。ICANN ミーティングでのサーフ。ありがとうございます。